じゃじゃじゃーん、体温計と注射器、喉の奥を見るライトとお腹をポンポン見る聴診器だよ。こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、花ちゃんですね。名前を呼ばれるまで少し待っててください。はなちゃん、どうぞ。はい、お願いします。はい、じゃあこちらに座ってくださいね。今日はどうしましたか？今日はお腹が痛いので来ました。お腹が痛いんですね。それではお腹をちょっと見せてください。まずは聴診器でポンポンしますよ。あ、やっぱりお腹が痛いですね。お熱はどうかな？あ、お熱ちょっと高いみたい。38度8分だって。次は喉の奥を見てみます。お口を大きく開けてください。あーん、喉の奥もちょっと赤くなってますね。早く治る注射を打ちましょう。すぐ終わるから大丈夫ですよ。チークン。はい、もうおしまいです。とってもよく頑張りましたね。最後はお薬を渡しておしまいです。はなちゃんはお熱を下げる薬と、あとは喉の赤いのを治すお薬、そしてお腹の痛いのを治すお薬ですね。はい、お待たせしました。夜寝る前に飲んでください。はーい、ありがとうございました。お大事にしてください。みんなはお医者さんに行ったことあるかな？風邪ばい菌に負けないように手洗い、うがい、毎日しっかり頑張ろうね。それじゃあ、バイバーイ。